はい、えー、パーソナリティの吉川です、えー、2月28日火曜日あっという間ですね、えー、正月を迎えたかというと2月は今日まで、えー、明日から3月弥生3月ですね、えー、歌で咲かそう幸せの花あ今日の予定はプログラムはですねえ儀乃湾歌謡友の会のメンバーのー素晴らしい歌声を聞きながらゲストにですね笑いヨガの おティーチャーのー宮平千夏さん、そして、えー、リーダーのこのうち勝,勝松さん、両方をお招きしまして、笑いヨガについてですね、リスナーの皆さん方に話を聞いていただきたいと思います。えー、今日は宮平さん、このうちさん、よろししくお願いますよろしくお願いします。 <笑>,<笑>,笑いヨガだからおかしすね <laughs>、えー、木下さんはこのスタジオ2回目ですと言いますのは北海道から松山陽子さんがねゲストに来た時に松山陽子さんち北海道の歌手なんですけどね、はいえー、沖縄のマネージャー兼運転手としてこの番組に出ていただきましたこおっさんは笑いヨガと言ってもあなた顔見るだけで誰でも笑いますよ <laughs> <laughs> まあ、昭和一桁な方なら知ってますけど、昔、柳家金五郎と言いましたね、うんええ、私はあのー、死体と髪の毛の境目ははっきりしてるんですけど、<laughs> このおじさんはどこまでが死体かね、早着やか全然分かりません、つるんつるってんね、えー、インターネットで、えー、<laughs> テレビを見てる方は分かると思いますけど、<laughs> えー、面白い話、ね、最初から笑いがね、えーえー、絶えないんですけどね。 それじゃあまずはいつもの通り釣り番組ね釣り情報ですね釣れてますね那覇港沖で4.12キロの赤い茶イカ、うん、でね赤い茶4.2キロすですね,ね大きいですね、うんえー、茶壇沖ではですね目の前の茶壇沖ではえキビナゴを餌に47センチの支流が釣れてます支流、はい、は流し釣りですね、はい、流し釣りと言いますのは アンカーをかけずに、船を流しながら、お森りで,です、ね、海の底を引きずっていく釣り方です。ですから、広範囲にです、ね、船を流しながら釣るので、この支流は釣れるんですね。それに反して、かかり釣りといいますのは、アンカーを打って、海の底のサンゴ礁にアンカーをかけて、同じバスで釣る、グルコンドリアはそうです。これをりかかり釣りと言いますね えー、中部はですね、シーランドのタン店の情報では、カデナ沖でですね、アオリイカ、ねえー、それから西原海岸では2.36キロのチンシラですね、北、え、端、ー、海岸では39センチの本命のチン、クロダイが釣れています、えー、それから那覇一文字、えー、那覇の一文字ですね、那覇湖、阿ざ湖沖にある一文字で87センチ。 キロの大町,が撮れてます大町といいますのは、まあ、浜笛大の種類、青ちびきといいますね、えー、表層で、えー、釣られる魚ですね、そこもの見栄えなんかは海の底で釣れますけど、この大町はですね海面ですね、表層で釣れます。置き釣りの場合はあのスルルを餌に、大、えー、盛りはかけずに流して釣りますね、えー、磯からだとキビナゴ。 一匹けで、えー、りますえそれから阿波海岸でね2.17キロのシュリジャー今の時期ねイカもだいぶ大型が上がっておりますさあ早速 <coughs> 歌に行きますえー、まあ今日はあー 昨日は通う友の会の主力メンバーの歌を紹介しますけど何度もこの番組で取り上げています「えー、トモリタケをですね、えー、第1回のチャリティーから14回まで14年連続で出ていただいたんですけどまあ15回ねノーコスクで倒れて療養中ですね え2年間お休みで、今年出る話をしています。歌っていただきますのは、「オルト・カゲボウシ・春日八郎」、1956年、昭和31年ですね。えー「冒険歌謡」ですね、春日八郎さんの1曲目。そして2曲目ですね。「ごめんよ勘弁な」、同じく春日八郎、1957年、昭和32年ですね。え両方の歌とも ふるさとに残した彼女のことを思う歌ですね、えー、俺と掛け帽しごめんよ勘弁なギノワン歌謡友の会のトムリタ卿が二曲続けて歌いますそれじゃあ聴いていただきます さん宮平さん、うまいでしょう、この間、はいあ、ちょっと三重屋に行きましたらね、ともりたけはまだ生きてるからと、はいね、ぜひ、えー、自分の歌をかけてくれと、宜野湾会話友の会の宣伝とともりたけを忘れないでくれということでしたのでね、はい、えー、今日はあと2曲準備しております。はいえー、先週お話ししましまた えー、NHK のど島ですけどねギ<ー>、えー、ノワン火曜友の会の中村風邪をひいて予選落ちしました <laughs> 残念でした日曜日応援した方は誠に申し訳ございませんでした <laughs> さあこのじさん、はい、しょっぱなから笑いましたけど <laughs> まあ私なんか次男うまくかまじさと言われてますけど意味わかる方言わかりませんかまじさとわかりますわ <laughs> かんないあーわからんわけですよ そもそも笑いヨガって何ですかこの師さん。笑いヨガってですね、あの笑いとそれからあのヨガの呼吸法を取り入れたものなんです。はい。健康体操ですね。笑うと決めて笑う。作り笑いでもはい作り笑いでもオッケーなんです。笑って健康になる。そうですよね。なんで笑うと健康になれる。えーとですね、ナチュラリーキラー細胞というのが増えてですね。 ナチュラルキラー細胞というのは増えてですね。あの癌とか。から認知症の予防になるということですね。ね泣き止まないの脳のひだがあるわけですか、ね。えっと、ナチュラルキラーっていう免疫細胞があるんです。それが増えるんですね。はいはい。 私みたいなかまじさは不健康ですからねだから特に笑ったほうがいいんですよ一日一人でも笑うことはできますので笑うと決めて作り笑いでも声を出して笑うことで脳は騙されやすいんですね脳が洗脳するわけだ脳は騙されて笑ってるので幸せホルモンを出してくるんです幸せホルモンねこれよく聞きますねあのね歌の先生よく言います 歌う楽しくやれば幸せホルモンが出てくるとでうねホルモンが出てくるということですかわかりました私の亡くなった父親は大正生まれですけどまあ考え方は明治の男頑固一徹で「おそは歯を見せなっと言われるそうですか健康のために笑うように心がいますはいねえじゃ次の曲いきますはいえ このスタジオに来ていただいたことあるんです。義堂安歌山智之会の魂の歌姫、前門陽子の登場です。忘れないでという曲ですけど、聴、えー、いていただきますのは、平成27年、2年前の9月21日、敬老の日コンサート、三栄のハンビー店で収録したもんですね。 参考まで言いますと5月13日、今年は土曜日ですけど午後2時から三重のハンビータウン店で歌謡ショーがあります。忘れないで、私のことを時が流れて、えー、誰に出会っても忘れないでねと心の隅にもう夢の中しか会えないからじゃあ聞いていただきます。 はい歌でサカソシアソの花、えー、今日は笑いヨガの宮平さんね木内さんをお招きしてですねイノハン会友友の会のメンバーの疑いを聞いていただいています、えー、宮平さんはこのティーチャーという肩書きで沖縄県内で普及活動をしておられてその下のリーダーでえ木の内さんがおられるということでで木内さんはキーテンという愛称で宮平さんは チータちーたんち愛称ですねすごいね<ー>それで名刺から何から一三しさえ笑いに通じてるということで二千十六年のインドでのフェスティバル参加ということはこれは宮平さん世界的な肝ですか世界的な肝の組織ですか、はい、笑いヨガはそうですね<え>インドのドクターカタリア、うん、内海の先生が創始者で今から 20年前にですねはあ,、はあ、あの講演で5人で始めたのが今世界100カ国以上に広まってますね、はあ、なるほどね、はい、ラフターフェスティバル世界的なラフターチューの英語で言うと笑いですねそうですね手田、えー、子市民大学の講師の これ,これはあの市民大学で地域と学校支援のコーディネーターの勉強をさせていただきましてああの地域とか学校にもこの笑いを取り入れることであのいろんな人たちの この心と心の結びつき笑い一つでね、うん、あの心がつながることができるっていうことを確信しましたのであのいろいろ広めていきたいなと思って、うんうん、今活動してますあ市民大学手高の浦いのね私もあの講師で、えー、イベントプロデュースの講師で、ね、あ<ー> 1>, あの1年ぐらいね<ー>やってましたし<ー>このおっさんは確か <laughs>、えー、ファイナンシャルプランナーの「3級の国家試験」を受ける事業で。 私の生徒だったんですよね。ですよね。お世話になりましたいえいえそしてこの人さんはこの笑いヨガの授業で宮原さんに会ったということですよねリーダーの資格取る時にですね他のいろんな人とお世話になったんですけど宮原さんとは笑いヨガのいろんな集まりの中で知り合いましたあそうですか。すごいねやっぱり もう何から何までも笑いにつながっておりますけど結局世界的な組織で沖縄で何名ぐらいこのメンバー笑えるんですかもういいですか100名ぐらいいます、ね、名リーダーはですとかティーチャーは3十人ぐらいもう出来上がっ、うん、てる、ね、おうおうやっぱり集まって定例的に笑うんですかそうですあのー、もう北部の方は名護の方からですねの、ええ、の方まで、ええ、あのー 大きな十ぐらいのグループがありますので、ああそこで定期的にみんな笑ってるんですよ。ああなるほどね。それこそもうズバリ笑うかに服着たるっていう,うおっしゃる通りです。そうですね。もうこのスタジオ笑いに見せてますよ。じゃまた曲に行きますので、はい、よろしくお願いします。はいえー、次はですね、押し取り真寿ですね。 フナブラトール先生といいですね。えー、この「おしどりしっていを歌っている平良京子さん、えー。ギノワンの前原お住まいの方ですけど、昨年ね、えー、わずか62歳でね、えー、天国へ旅立ったんですけど、まあ、ギノワン会謡友の会第12回、えー、平成24年の10月21日、大ホールで、えー、この「モ中歌レコード出してます。おしどりしんじゅうを歌っていただきまして、3年前、 羽衣祭りでもこの「おしどり神中」を歌っていただきました平京子さんを忍びながら聴いてみましょうそれじゃあおしろ心中です はい平良京子さん、オリジナル CD「おしどり心中」でした、夫婦愛を描いた曲ですね、彼女は喜んでいると思いますね、ラジオでちょっと聴いていただきました、リスナーの方に。ささんん、はい、もう本当 せちがらん世の中おの笑いがあるっていうのはいいことではありますよねはい最高ですよ <laughs> ええー、私なんかもう「男は黙って勝負」と親父に言われて育ったんだけど <laughs> <ー>いつの間にかパーソナリティで喋るようになっちゃってめぐり合さん面白いもんですねこの人さんもずっとやはり皆さん集まるともうリーダーで笑っている、はい、そうですね あなたは、あの笑わなくても、見てる人が笑いますよ。<laughs> <laughs> ね、昔の金吾郎さんみたいだね。言われません?。えっ、ー、と。沖縄のマダンカタリアと言われてます。<laughs> <laughs> どういう意味ですか?。あの創始者ですね。あの、笑い<ー>ヨガを作った、あの。あ<ー>ドクター。ーマダンカタリアの。 あそうですインドの似てるみたいなもうこの人さんは顔をかたすといいそっくりですよ本当水を得た魚で、うん、ぜひ普及して沖縄人をお笑いの渦に巻き込んでください、うんはい、また後で宮原、えー、さんから話伺いますよろしくお願いします、はいはい、さあ続いてはトもリタケをですねえー、俺はまだ生きてるぞと沖縄の夏目のファンに聞かせてくれということですねえと、ー、でなあこれは三橋道やですね 昭和35年1960年ですまあ1980年に日本の歌手として史上初めてレコードのプレスの枚数がなんと1億枚を突破する記録を打ち立てたね宮三道ねえ道やねええー、民謡こそが日本人の歌のふるさととの思いで民謡「宮橋流を」を創設、えー、弟子にですね門下に千正を 星川隆石川沙りさんがおられます。えー、NHK 紅白歌合戦14回出場ですね。今日は智弘武が歌います。えー、育てた栗毛の馬が変われて街へ行く。お切り出す農家の辛い気持ちがさっすにあまりある。じゃあ私のナレーションで聞いていただきましょう。出社でな。 藁にまみれて育てた栗毛げ。町へ行っても風邪ひくな。共に走った丘の道。月の河原も忘れるな。話す手綱も震えるぜ。また会おうな。達者でな。 え歌で咲かす幸せの花はい歌で咲かす幸せの花二、えー、月二十八日火曜日今日は、えー、笑いヨガの宮平千夏さんと篠内勝松さんをゲストにお招きして技能案通う友の会のメンバーの歌を聴いていただいてます、えー、宮平さんはいこれは沖縄で、えー、それだけの方がおられて 誰でも入れるんですか入会金とか、誰でも参加できてほとんど公民館とか公園とかで参加費も無料とか場所代ぐらいで300円とか500円とか皆さん、ボランティアで笑いの花を咲かせるっていうことで活動してますスケジュールがいっぱい入ってますのであと1着ですね、聞いてからイベントですね。 またリスナーの皆さん方に、えー、案内していただきたいと思います。はい。さ最後の一曲ですけどね、はいえー、宮島光さんの1156年正月31年発売ですね。えさしこいしや、えともりたきお、ぎのわんのかりのともの歌声で聞いていただきますけど、まあえさしを言い,けて言いますのは毎年ですね9月に。 北海道のでで行われる大会です。沖縄で言いますと八重山石垣でですね新栄公園で戸原山大会ありますね、えー、これと似たようなもんですねし追い分け全国大会ですね。昭和38年に第1回が開催され単一一つの民謡としては全国大会としてはですね最,高最も古い歴史のある大会ですね 江戸湾会話友の会、友利竹雄の歌声、優し子子医師は聞いていただきます。 はい、ねえ、トモリタケをね、えー、元気で、今リハビリ、元気でですね、はい、切っておりますね。えー、さ、宮平さん。はい。このインドに行かれたんですか。そうですね、去年の、二、はあ、二月に行きました。世界大会。 はい、世界,世界中から来るんですねはい、うん、世界の方が毎年インドに集まってフェスティバルといって歌って踊って笑って5日間ですね、あのー、もう幸せな時間を過ごさせていただきました何日間です5日間5日間はあ、い、今リオのカーニバルがありますけどみ <laughs> たいなのもですね、はい、リオでじゃないのうなね要するに世界的なラフティ、はい、ラフターフェスティバル でですすねねお笑い、ね、方々の集まりです、ねはい、先ほど説明にありましたように、はい、誰でもおこのお「笑いヨガ」の会には参加できるということですので、はい、さあその誰でもと言いましてもやっぱり触れ合いの場がないといけませんので、はいえー、スケジュールをですねこれから宮平千夏さん、はい、ティーチャー、ねはい、の方にですねスケジュール申し上げますので、えー、どうぞラジオお聞きの方ですねスケジュールがあれば是非この会に参加して 沖縄人を笑いの渦にということで、一つお願いしますスケジュールを教えていただけますか、皆私、個人的には浦添市の手だこ広場、手だこホールの裏の方で、第3土曜日の朝の7時からですね、月に1回、誰でも参加できますので、そちらの方に参加しても大丈夫ですし、那覇とか南部、 中部北部いろんなところで、うん、あの活動してますのであのトイヤホームページとかであのご覧になられてでまた、ですねすごいことに今年は7月の13日から17日までこのラフターフェスティバルですねあのインドで毎年行われてるものを 全国で沖縄で初めて開催することに決まりましてすごいね世界の方が、うん、でまた全国日本全国の方が、うん、笑いを愛する人たちが集まって、うん、13日から17日まで5日間ですねいろんな企画を計画しています。うん、すごいねこれはやはやり、はい 世界的な規模の組織ですけど、はい、まあ日本では初めて沖縄で4月13日から7月17日どうしてですかねまた。うん 沖縄がそうですね、うん、2>, 2年前にインドのカタリア博士が沖縄に来られた時に何かひらめきがあったみたいでやはりあの沖縄から世界に平和を発信するっていう役割があると思うんですね、うん、それでやはりあの沖縄のその重要な役割を果たすっていう目的もあの大きな目的がありまして。日本全国で 世界中で、うん、もちろんあのイ,ンドにインドのカタリア博士、うん、それからあのミュージシャンのピンツーっていう方も交えて、うん、みんなであのいろんな企画ですねスピリチュアルリトリート、うん、それからテダコホールでの講演会であのファンパーティーああはいあのいろんな活動を計画してますのでああぜひ皆さんも参加して、うん、この「 笑いの素晴らしさを沖縄から発信できたらいいなと思ってます、うんはい。まあ残りの時間わずかですが、じゃあ沖縄でのそのスケジュールをですね、簡単に紹介していただきます。はいはい7月の13日にあのスタートで。うん で17日は沖縄観光ということで崎原真由美さんのご案内であの観光の時間もあります今もうすでにあの全国それから世界各地からあの問い合わせがありましてもう予約も。 入ってる状況ですのであのこれも定員が限られてますのであのこの情報をキャッチしたあなたはもうラッキーですなるほどもう幸せになること間違いなしですあ,あそうですか、はい、もちろん新聞に市場にも出ますよね、うん、はいはいそうですねはい分かりました、はい、じゃあ4分ほど時間があります、えー、まあ時期的にですね、えー、確定申告ね 始ままってますね、えー、全国の税務署ですね、えー、確定申告は、ですね、まあ、自営業の方がやるんだろうという思っている方はいますが、実はサラリーマンも必要なんですね、給料が2000万を超えるサラリーマン、それから給料以外に年間20万円を超える所得がある人ですね。えー、そして まあ、一般的には自営業、個人事業主ですね、えー、必要ですね、それからサラリーマンでも、えー、家族で10万円以上、医療費を使った方、還付の手続きがあります、これはサラリーマンの場合、会社の経営の経理部の方が、会計の方がです、ね、やるかあの年末調整以外に、意外に医療費の還付はですね、 自分で税務署に足を運んでやる必要がありますね、それとサラリーマンの方でも、ですね、えー、住宅ローンを組んで家を新築した場合は、ですねそれもですね、えー、自分で足を運んで、税務署で手続きをする必要がありますね、えー、それからあと1つ、経済のニュースですけども、まあ、ユニオンさんなんかのですね小売業の方がゲストに来て、えー、神奈川に行ってるんですね、セブンイレブン。 朝の7時11、11時までということでセレンイレブンが沖縄に進出しますね、2018年沖縄進出ですねこれがですね、提携先が今、金秀とですね流石などが交付に上がっています沖縄県内のコンビニ市場のシェア、マーケットシェアはですね、ファミリーマートが318点、ローソンが210点 二強体制ですねファミリーマートは百貨店スーパーを経営するリューボリューボグループですねローソンは三栄産小売の大手の三栄と組んで沖縄の地域食を生かした商品開発を手がけておりますね、えー、ですからあ特定の地域に短期間で集中的に出展するというセブンイレブンの方針なんですねえー、まあこれから小売業界は 激戦とということになりますえ、ね、それとあと一つ、まあ、我々みたいにこの歌謡曲の歌謡賞をしている人間にとってもですね関係のあるニュースなんですけど音楽教室に、えー、演奏権巡り解釈巡り対立でですねジャスラック著作権協会日本音楽著作権協会ジャスラックがですね音楽 教室での演奏について著作権料金を徴収する方針を決めたということで,ですねこれに対してヤマハ音楽振興会とか河合楽器製作所などがですねえ結成した音楽教育を守る会が考え方にあやみれがなければ民事訴訟などに踏み切る方針を固めたことが関係者の取材で分かったということですね。ポイントは教室内 可愛い楽器ヤマハ音楽教室の教室内での練習や指導が大衆いわゆる講習に効かせる演奏に当たるかどうかこれがポイントですねこの法律解釈をめぐって対立が深まっているということですねさあどうなりますことやらえ今日はですねえー、笑いヨガの宮平千夏さんそして木ノ内勝松さんをお招きして 歌謡とものかいのメンバーの歌をですねリスナーの方々に聴いていただきました今日はお二方の忙しい中ありがとうございましたはいいありがとうございました,いましたお別れのハワイ航路が流れてまいりましたそれじゃ来週までごきげんよハ <laughs> <laughs> <laughs>